そういったマニピュレートされるかねない世界の中で、それでも自分が正しいことはこういうことだと思って行動していくことを、描きたいと思って、でそれが結果的にこうシステムを変える可能性もあるんじゃないかということで、今回の映画を撮りました。10 years Japan のプラン75を監督しました早川千恵です。いたずら同盟を監督した木下雄介です。もともと香港のバージョンの10 years のことを知っていまして、ものすごくいい映画ができてるなと、香港で話題になっているということを知っていたので、その日本版ができると聞いたときは本当にぜひやりたいと思いました。是枝監督はもう若い頃から憧れの監督だったので、もう夢のような話でしたね。僕も本当に大好きな監督だったので、是枝監督が総監修ってことだったので受けたいと思いました。社会的なテーマを扱った映画ということで、あまりこう説教臭くない内容にといいますか、なんていうんですかね、こう上から目線でこれがいけない、良くない、ダメだというような形ではお客さんに伝わらないと思ったので、社会的に弱い立場とされている人たちに対する社会の不寛容さというかに対する憤りがすごくあったんですね。これは日本だけに限らず他の国でも社会的に弱い立場の人たちがどんどん排除されようとしていっている風潮を感じまして、それに対する強い憤りを持ってこの作品を撮ったので、それはもうアジアも世界も全てに共通する状況じゃないかなと思っています。主人公たちがこう行動を起こしてですね、そういったマニピュレートされるかねない世界の中で、それでも自分が正しいことはこういうことだと思って行動していくことを、描きたいと思って、でそれが結果的にこうシステムを変える可能性もあるんじゃないかということで、今回の映画を撮りました。きっかけとしては僕の、子供が生まれて、3日後に今回の話を、いただいたんで、もう10歳の子供を主人公にしたいと思いました。でその子供たちがこう今後待ち受けるだろう、こうある種、効率的で合理的な、少子高齢化をもとにですね、子供たちは非常なこう、パワーになるので、そこをこう操作されかねないなと思ってまして、その世界の中でも子供たちが自分の意思を持って生きていくということを強く願い、今回の作品を撮っています。この映画は本当五者五様で、こうやっぱりどの映画がいい、どの映画が悪いじゃなくて、結構それぞれメッセージがあると思ってて、僕個人的にはこの映画を見てですね、で劇場を出た後にその日常で僕はこう思うんだろうなと、私はあの映画のようにこう思うというもとに、それぞれの、日常の中で行動していくことで、みんながその日常を行動していくことで結果的にこう大きな社会の変化になるというふうに僕は思って今回の映画を撮ってます。社会の役に立つか立たないかで生きている価値があるかないかというふうな線引きをするような考え方がどんどん大きくなってきているなと感じているんですけれども、果たしてそういった社会がいい社会と言えるのだろうかという問題提起をしたくてこの作品を撮ったんですけれども、プラン75という制度に関してこんなの絶対にない方がいいっておっしゃる方もいれば、いやこれはあった方がいいと思うっていう人もたくさんいます。なのでいいか悪いかをこう押し付けるのではなくって、まず想像してもらう、考えるきっかけにしてもらいたいと思っています。でかいでかいですね社会の未来。いや僕は結局こう未来っていうのはもう連続する今が積み重なって10年後、地続きの今と地続きの感覚で未来っていうのを思い描いてます。だからこうとにかく今をこう行動していくことが結果的に10年後につながっていくっていうことを仮定して、今を生きていくことを大事にしたいと思ってます。こう合理的であることが良しとされてしまうので、そうではなくって、どんな立場の人も安心して死ねるんではなくて安心して生きれる方の社会を考えていく必要があるんじゃないかなと思っています。僕としてはこう、これが善だこれが悪だっていう二元論に陥ることなく、
常にその善と悪も、自分の行動によっては揺らいでいくと思ってます。馬をこう、まあ、子供たちが逃がす、物語になってるんですけども、馬を逃がすという行為はもしかしたら悪いことかもしれない、もしかしたらいいことかもしれない。でもその中でこう自分たちがこう未来を切り開いて行動していくと、それが結果的に未来につながると思って、僕はそのシステムも最終的にそれをアップデートするっていう物語にしました。僕は次はですね、1700年以上遡ってですね、古代日本を描いて、この豪族たちがこう戦いに明け暮れていた、時代、そこで起こるこう親子の血で血を争う戦い、そういったファシズムが出来上がる、悲劇を描きたいと思っています。もともとプラン75の長編を考えていたので、今回短編を作った後に長編化を考えています。この映画やっぱり香港の10年があって、こう今僕らが映画、自分の国を改めてこう考えることができる台湾版と、こうそれぞれの国がある中で、互いのこう国のことをこう考え合える、ある種そういったものとして映画があるっていうのは僕はすごい個人的な幸せだと思っていて、僕らのこう映画も見ていただいて、日本の10年後に焦ながら、僕らはもうこれで今つながってるんで、そこでこうみんなでもう少し広げて、それぞれの国の未来について論議を重ねていったら、もう少しアジアが団結していけるのかなというふうに思っています。日本版が今度香港で上映されるというのはとても喜ばしくて誇りに思っていますし、皆さんがどういうふうに感じていただけるのかというのはとっても興味があります。丹昭鼎，陈燕 ，Light Japan。